物事を動くと思いますね。こうなってしまう。何かやった。で、これはもう連の癖だ。で、こうなってしまったらなんでいけないの。なんでですか。別にこうやってやってていい動き方できたらするよ。なぜこうなって、なぜこうなっちゃうか。どうしたの。手に力が入る。手に力が入る。手に力が入る。これは体の不自然な使い方。だから、どうぞ。このね、レンはもっと自分の力を発揮できるのに、自分で癖で余計な力を発揮し、それをもっと自然、自然に使えるんです。で、その時にはもっとリラックス。で、レンはもう本当に中学生としてうまいから。うまいから、これはもうできるはず。はい、どうぞ。できるはずなのに、できていないということは、何かその部分について自分の先入観でこうやるんだってなっちゃう。これを一回全部捨てて、今までの自分でやってきたのを捨てて、もう一回自分を客観的に見る。もっと足を見る。これでいい。もっと足を見る。こういうふうに。これでいい。これでこの時にこっちを出す。これいい足を見るよ。ほら。いい足を見るよ。これ。もっと重要です。この形がいい。よくこれ覚えておいて。こうなるといい毛が、いい毛に出せるんだよね。よし。だからそれも一つ一つ癖をなくしていい動き方。さらにもっと自分の持ってる可能性が、今は20しか出てないのが30、40とか。自分の体を使ってもっと強くなった。上手くなった。